皆さんこんにちは。お久しぶりです。マシコです。今日は初めてのラバーレビューやりたいと思います。サムネに映ると思うんですけど、ちょっと人柱企画として今回ですね、これ皆さん見たことありますか？ヨーラのダイナライズっていうラバーなんですけど、赤色が、高度50度、青色が 47.5 度なんで、まあ、ざっくり言うとアジア、ヨーロッパの感じなんですけど、これを使ってる選手、契約選手は多分アメリカとかブラジルの方とか、結構アメリカ大陸の方に出てるラバーみたいで、それを今回 Twitter でも Facebook でもインスタでも、僕は日本人の人が感想を言ってるのを見たことがなかったんで、自腹で人柱となり、皆さんがこんなラバーあったんだっていうのをお届けできればなと思います。撮影協力にもちろん僕一人じゃやっぱりレベルってものがありますので、みんな大好きヨシコーチと森卓球、この場所を提供してくださってる森卓球の森さんにご協力いただいて撮影していきたいと思います。それではやってみましょう。いやでも使いこなしてる。めっちゃいい。ショートスイングやけん。球もいい感じに沈んでる。あ、うめっ。ちょっとゆっくり。あ、それが、深い、深い。
深い深い。なんか、近づいて輝いてくる感じがいいです。何飛んでいくと？
他のがいいわぁ、めっちゃ持つだけ、わぁってちゃう結構もう当て腰に入る。だけどさ、結果シート持ってくれないから離れるよね。だけどさっき言ったように直線的なボールになっちゃう。しかもなんかシートとスポンジのバランスがなんか難しいです。だけど練習しないといけないね、これちょっと違うんだよ。でもやっぱ今の感じだと絶対上に行くってことは増していきよう。